7時40分一切経山の山頂です。こんにちは、カッパパです、これの前編にあたる一切経山の登山動画ですが、多くの方にご視聴いただきましてありがとうございました。後編の吾妻小富士ルートを簡単にご案内します。一切経山の山頂からビジターセンター駐車場まで戻ってきました。そして目の前のバンダイ吾妻スカイラインを渡ってすぐ正面の吾妻小富士登山口から登り始めます。火山園まで登ったら外縁部を時計回りに歩きます。約1時間弱のお鉢巡りです。はい、9時15分ですね。吾妻小富士に登っていきたいと思います。ああ、いっぱい登ってるわ。いっぱい登ってる。ほら見て、すんげー渋滞。さっきまでね、あっちいたんだよね。うん、よし、行こうか。はい、9時25分オカマの口です。おお、すごいね。おお、これがね、お釜の底、まあ噴火口ですね。みんな向こうからぐーっとこう時計回りでこう戻ってくるんですね。でね、一応山頂はこの火口壁の反対側ね、まあ見るからにあそこが一番高いですけどね、あそこまで行ってね、時計回りでまたここに戻ってこようと思います。よし、行こう。いいね、ここの部分だけ見るとこうアルペンチックな感じが漂ってきますね。いいね、いいね。なんか富士山の火口回ってる感じするね。まああっちの方がもっとゴツゴツしてるけど、よくね、吾妻小富士登った人が言うんだけど、まあ、この巨大な蟻地獄見ててもね、あまり面白くないと。でやっぱり見どころはね、この反対側のね、さっきまで僕ら登ってた一切経さんとかね、あとはなさとこの浄土平のね、殺風景ながらも、もう実にこう絵になるこの風景ですよね。すごいですよね、これ。すごいね、車両方向から大渋滞だね。うん、でこのね、浄土平の駐車場でみんな集まってくるんだね、これね。実はね、僕らは昨日の夜ビジターセンターの駐車場に入って、で車を置いてね、まあ、仮眠して今朝一切経に登ったんですけど、まあ、その時ね、車の台数って10台ぐらいしかなかったわけですよ。で朝起きたらね、まあ、半分ぐらい埋まってて、うわっと思って、で今ね、臨時駐車場まで、まあ、ほぼ満杯でしょ。いやー、すごいね。まあ早く来てよかったんだけど、ただね、まあ、とにかく夜寒かった、うん、とにかく寒かった。氷は張っちゃってるしね。でもまあ苦労に見合ういい絶景が拝めてよかったです。
結構登るな、ね、あそこら辺から登ってきたんだな。 あそこか、うん、よいしょ。おお、開けた、開けたというかピークに出た。あらま、これは綺麗だね。ユースケって呼ぶな。おお、これは辺だね、山頂は。あそこは山頂だったんかな。向こうの方が高いもんな。失礼しちゃったよ。まさかの山頂すぐ。まあ、いや、まさかの山頂すぐでしたけど。まあいいでしょう。山頂よりも紅葉の方が大事だったよ、あの時は。火山の口って感じだよね。うん、左側はね、もうモミジが綺麗なグリーンでしょ。でこっちはほら噴煙上げてる火山でしょ。もう色目がさ全然違うもんね。これがいいんだね、これ。うわ、奇岩だね。すごい。はい、10時4分ですね。ぐるーっと一周して戻ってきました。あのね、感想はね、あれ、なんとこんなもんかというのと同時に、結構ね、足にズンときてますね。まあその前ね、一歳今日登ってるってのもあるんだけど、いい運動になりました。これでね、あのお昼ものすごく美味しく食えるんじゃないかと思います。うわあ、すごいことになってるね。うちの車がね、いいとこ止まってるんだけど、早く出てあげたいね、かわいそうだから。はい、そういうことでございまして、
今日ね2座やったということで、まあ、非常に満足ですご飯も美味しく食べれると思います。はい、それでは、ここで動画を終わりにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。カパパでした。